ベスメレディスはアメリカ合衆国の脚本家、映画監督、女優である。出生名はヘレン・エリザベス・マグレーシェン。1890年2月12日、アメリカ合衆国のニューヨーク州バッファローに生まれる。ハイスクール時代にバートン・レスリーと学生結婚をするが早くに離婚する。執筆した小説ザ・サザナーを満20歳になった1910年。 バイオグラフ・カンパニーが原作に採用し、エル・ヘンダーソンが脚色、D.W. グリフィスが監督して、短編劇映画ザ・モダン・プロディガルを制作する。1912年、同社が制作したウィルフレッド・ルーカス監督、主演による短編映画 A セーラーズ・ハートに、早くとして出演している。同作でのルーカスの相手役は、初期の彼の共演者ブランチスウィートであった。 同年、ルーカスの監督作、ブレッド・イン・ザ・ボーンで、初、主演、ルーカスを相手役とした。同年、フランク・ボーゼージュが監督し、ウォーレス・リードとポーリン・ブッシュが主演する、短編映画ザ・ミステリー・オブ・イエロー・アスター・マインの脚本を執筆する。1914年、ユニバーサル・フィルム・マニュファクチャー・リング・カンパニーに移籍する。1915年、 ウィリフレット・ルーカス監督のザ・スパニッシュ・ジェードに出演したのを最後に女優業を引退以降脚本業に専念する。二27歳を迎える1917年映画監督ウィリフレット・ルーカスと再婚する。1918年ユニバーサルの子会社ブルーバード映画でバイオレット・マースロー主演の馬上の花を夫のルーカスと共同で監督し、 映画監督としてもデビューする。同作は日本でも公開されている。1919年5月1日、満29歳で長男を出産する。後に長じて、宇宙大作戦などの監督、脚本家となるジョン・メレディス・ルーカスである。1927年5月11日、ダグラス・フェアバンクスら36人のうちの一人として、アカデミー賞の母体となる。 映画芸術科学アカデミーを創立する。同年、夫ルーカスと離婚している。1929年12月7日、満39歳で4歳年長の映画監督、マイケル・カーティスと3度目の結婚をする。1930年に授与式が行われた第2回アカデミー賞脚本賞に、恋大きい女、不死鳥の2作がノミネートされる。 第二次世界大戦後の1947年、意外なる人物の脚色を手掛け、夫、カーティスの監督作に初めてクレジットされるが、これが、メレディスの事実上の遺作となった。1962年4月10日、夫カーティスと死別する。その7年後の1969年7月13日、カリフォルニア州ロサンゼルス市、ウッドランドヒルズで死去した。 1079歳没。カーティスの墓所は、同州グレンデールにある、ホレストローンメモリアルパークであることが知られているが、メレディスの墓所は不明である。ありがとうございます。